番は韓国のノー・ミュンエさんと北朝鮮朝鮮民主主義人民共和国のチェル・ハエイルさんです。日本のメンバーデスクです。ゴールキーパー1番のク・ギョクビン、2番ヒョウ・シコウ、三浦です。今前半の45分が始まりました。ゆっくりと回します日本。サイドバック今日も右の堀池です。白いユニフォームの中国ボールです。中国の方はゲームメーカーの呉軍立が今日は出られません。田島さん、このあたりはどうでしょうか。そうですね、フリーキック、コーナーキックと彼が蹴ってましたからちょっと、はい、そういう意味ではマイナスになると思いますけれども、他の、あ、ちょっと郭海東です。中国チャンス、あ、シュート、先制されました日本。12番のシャイクシン、まだ立ち上がり30秒、セットプレーからあっという間に1点を失いました日本。今の場面です。この前のプレーですね。郭海東が行って、そしていいボールをニアサイドに、12番のシャイク、速い球出し、その高木トイサイド、そう、振り返った、シュートできるか、北沢、蹴るのはカズ、トイサイド、おっと、1点を失いました。高木のポストプレーです。芝に上がります。北沢、森保がいいボローです、はい、そして堀池、カズです。そしてこのこぼれ球ですね。いや、18番です。18番の聖薬刀です。おっと、中国チャンスですが、おっと、キーパーがファンブルしました。どうでしょうか、このあたりはカズです。堀池、そして高木、ヘディングシュート、いいシュートでしたがキーパー正面。今日高木君いいですよ。堀池君いいボール上げましたね、はい、競り合っているんですが完全に競り勝った方異国。そして9番の郭海東ノーホイッスルです。ゴールキックライン側まで行きます。津波折り返した、シュートか、森保、チャンスですよ、まだチャンス、ラモス、中国のクリア、いいプレーですね、高井君。さあ、ラモス1対1になった、ヘディング、おっと、ノーホイッスルです。倒れています、倒ラモス、日本になります。17番のホウ・イコク、前の試合に6点を挙げている選手、シュート、松永がよく反応しましたが、なかなかこれ力のあるいいシュートでした。本当にそうですね。前半1対0、中国が2、井原がニアに走る、トイサイド、ヘディングシュート、よし、ゴール、追いつきました日本。福田君ですね、8番の福田、後半の3分、同点シュートです。初のコーナーキック、いいボール上げました。柱谷の飛んだ裏です。そして高木、そうですね、ナイスだ、シュート、北沢、ノーマークになった、北沢行きます、北沢シュート、ゴール、後半の12分、高木が落としたボール、北沢のファインゴール、日本逆転。ここも落ち着いてキーパーを見てます。なプレーでした。もう高井君よく見えてましたね。北澤君もいいタイミングで入りました。オフサイドギリギリだったですけれども。さあ、これは中国です。おっと、日本、松田がよく来えた、まだボールある、クリア、倒れながらの柱谷のクリア、まだ生きています。4番の半式、センタリングのチャンスがある。さあ、逆に日本のカウンター、逆転シュートの北澤、4対3、数的優位ですよ。そう、裏です、カズ、あっと惜しいプレーとの接触プレー、おっとゴール前でちょっとエキサイトしてます。ちょっとね、やめた方がいいですね。ゴールキーパーの松永と中国の選手が少し興奮しています。立ち上がりましたベンチですが、ここは主審が分けます、と思うんですけれども、ちょっと先ほどのプレーですが、一人シュートに来て、この後ここでキーパーとぶつかります、はい、
これが倒れている聖薬刀だと思いますが、おっと、あるいはこの松永が蹴ったということなんでしょうか。まああの地元の選手ですし、前川君やってくれると思います。そうですね、前川君、福田もいます。その福田へ、おっとクリアです。コーナーキックですね。直接狙いましたね。ヘディングシュート、ゴールは割っていない。さあ津波上がる、折り返しシュート、高木、あっと打てない。早く戻ったがいいですね。非常に早いゲーム展開になってきました後半。おっと危ない、同点、追いつきました中国。後半の27分、変わった11番の李強、変わった李強、今の場面です。外からのセンタリングがキーパーに直接渡ります。ファンブルしたボールを李強のプッシュ、ね、さあ、はい、いい形になった福田。そうですね、早いセンタリング、シュート、あっと変わったばかりの中山。森安、ラモス、チャンス、まだありますよ。カズ、カズが持つ、ラモス、カズ、後ろから当てた堀池か、シュートじゃ、シュート、あっと、カズがいいタイミングでワンツーで上がってきました。いい攻撃でしたね。さあラモスの個人技に抜けた、中山ヘディングシュート、ゴール、16番の中山、後半の41分、日本勝ち越し。面です、一旦外に開いて逆サイド、ノーマークでした。ただ一点は日本、変わった中山のヘディングシュートで後半勝ち越した日本ですが、中国チャンス、ノーマークの選手が右に2人シュート、クロスバーを越えてゴールキック。日本がアジアカップサッカー初めての決勝進出、3対2、